今のうちに言っておくけど、シロウが返してくれたペンダントね。あれ、一つしかないものなの。言っておかなくちゃいけないのはそれだけよ。シロウが私の部屋で見つけたペンダントって、アーちゃんに返してもらったものなんだ。シロウがランサーに刺されたあの日にね。私はてっきりあいつが拾ってきてくれたものだと思ってたけど。まあね、私とキャスターを一対一にしてもらえれば、まず裏をかけると思う。君のことだ。必ず来ると思っていた。それで、用意した策は何だ？何の手立てもなしで、勝負を挑む君ではあるまい。ああ、とりあえず、てめえの相手はこの俺だ。驚いたな。私を失い、数日と経たずに新しいサーヴァントと契約したが、やれやれ、私もそうだが、君の移り気もなかなかのものだ。これはたもとを分かって正解だったかな。構わないわシロ、あいつの挑発になんか乗らないで。前から気に食わねえ野郎だと思っていたが、てめえ性根から腐っているようだ。おお、裏切りは勘に触るか、ランサー。自分が裏切られたわけでもないのに律儀なことだ。別にお嬢ちゃんに肩入れする気はねえよ。単にてめえみたいなサーヴァントがいるってことが気に食わねえだけだ。英雄の誇りか。まったく、どいつもこいつも同じようなことばかりを口にする。あのキャスターでさえ、そんなくだらないものを持っていない。
死した身で今さ何の栄誉を守るというのだ。正直私には君たちの考えが理解できんよ。ああしなくていいぜ。考える手間を省いてやる。ランサー、お前たちは中に行け。こいつをぶっ倒したら俺も行ってやるからよ。分かってるけど、ランサー、アーチャーは。ああ手抜いてやる。あいつには土下座してお前に謝ってもらわなくちゃいけねえからな。ありがとう。助力に来てくれたのがあなたでよかった。面倒なことになっちまったな。何がだ、ランサー。いや、何、あんな顔で礼を言われた日には手抜きもできねえ。そういうの困るだろ。おい、それと主を裏切れない身としちゃ少しばかり眩しいってもんだ。随分と甘いのだな、ランサー。君は隣の芝生は青いという言葉を知っているか。何言ってやがる。なもん俺が知ってるわけねえだろうが。悠長にやってる時間はないわ。ランサーがアーチャーと決着をつける前にキャスターを倒すわよ。分かってる。ここから無駄口はなしだ。それと、本当にキャスターを任せていいんだな、トーサカ。ええ。とことんまで追い詰められるだろうけど、それでも手は出さないで。シローは、クズキ先生をできるだけ引き離してくれればいい。トレース、オン。あら、飛び降りてくるなんてまるで猿ね。何を急いでいるのだか知らないけど、人間なんだから階段ぐらいは使いなさい。
たわよ、キャスター。いろいろ考えたんだけど、やっぱりあなたには消えてもらうことにしたわ。目障りだし邪魔だし煩わしいし、何よりその格好が気に食わないのよね。今時紫のローブなんて、どこの田舎者よって感じでさ。見逃してもらった分際で、随分と勘違いをしたようね。今時の魔術師は、皆こうイノシシ頭なのかしら。これではアーチャーが見限るのも当然ね。それじゃあ始めましょうか。あなたとの小競り合いもこれで3度目。いい加減ここで型をつけてあげる。大きく出たわね。まさかとは思うけど、本気で私に勝てると思っているの？お嬢さん。だとしたら腕比べどころの話じゃないわ。今回も見逃してあげるから、まずその性根を直してらっしゃいな。そんなの勝てるに決まってるじゃない。だってそうでしょ。あなたみたいな三流魔術師に一流である私が負けるはずないんだもの。そうなら仕方がないわ。その増長、厳しくしつける必要があるようね、お嬢さん。